一葉は、バラ科桜属の桜。大島桜を元に生まれた、栽培品種の里桜群の桜で、日本原産の八重桜、一葉桜と呼ばれることもある。日本下の甲斐有機農場桜見本園にて、江戸時代以前から、ある栽培品種で、荒川邸で栽培されていた里桜の一つ。樹高は高木、樹径は広玉五丈。樹皮が縦に裂ける特徴がある。八重咲きで大きいものでは5センチメートル以上の大輪の花を咲かせ、花弁の色は淡紅色。花弁の内側が白いため開花が進むと白色に見えるようになる。東京の夏季は4月中旬。花の中心部の一本のめしべは正常な柱頭と花柱ではなく細い葉のように葉化しており一葉の名の由来となっている。このように葉化しためしべを持つ似た品種に不言草と松月があるが、いずれも生殖能力を失っており結実できないため、接ぎ木や挿し木でないと繁殖ができない。見分け方は、一葉は、葉化めしべが一本で萼の部分がギザギザした、ノコギリ陣状になっていないこと、不言草は、葉化めしべが二本で、若葉が赤みを帯びていて、花と同時に展開すること、松月は、葉化めしべが一本のものと二本のものがまちまちであるが、花期が遅いことや樹高が大きくならないこと、若葉が黄緑色で花より遅れて展開することから見分けることができる。葉は普通の桜と同じように楕円型で、端がギザギザしている。秋には紅葉する。新宿御苑が一葉の名所として有名であり、同園では桜の代表品種として位置づけている。ありがとうございます。